家の豆だと、サオリです。第1回、11月のお気に入りを当てましょう選手権。よくね、あの、女性のね、YouTuber の方とか、ビューティーの方とかが、10月のお気に入りとか、何月のお気に入りって やってらっしゃる。やってらっしゃる、やってらっしゃる。で、私たちもよく、あ、すごい参考になるなって見させていただくんですけど、うん、まあ、コスメとかやっぱり多いじゃないですか、うんうん、ワンちゃんさ、うちら当てられるんじゃないって、それ。いや、その説はある。結構さ、その月に発売されたものとかを、そうそう、使ってみて、あ、よかったなって思ったものを皆さん紹介してくれてるわけじゃん。そう、今日はちょっと3つずつぐらいで、はいはいはい、これが多分11月のお気に入り、うん、誰かしら入るぞっていうのをちょっと発表して、うん、まあ、多かった方が、うん、まあ、勝ちと。11月の末に、11月のお気に入りとか今月のお気に入りでちょっと集計して、うん、まあ、大体の感じでね、うんうんうん、まあ、大体のとこうちらだからタイトルにはつけちゃう、もう11月のお気に入りって。なんか早くねって思われるよね。いや早い、はい、まだ11月始まったばっかりだから。パラスティカ。まあ、じゃあ私から行こうかな。うん。11月って、あの、コフレがね、1000円出るぞ、クリスマスコフレが。はい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 。で、1個目。11月3日発売です。RMK のコフレ、ピンクなんですよ、今回。ポーチがね、ほら。かわいい。これすごい話題になってて、これ絶対に誰かね、レビューすると思うんですよ。まあ、お気に入り。うん、まあ、お気に入りも絶対誰かしらね、いや、あの、入れてくださると思いますので。入るだろうね、きっと。きっと入るよ。うん、誰かしら、やっぱ RMK のコフレお気に入りって、あるある。いう方絶対いらっしゃると思うんで、これ私1個目にちょっとエントリーさせていただきます。私はね、洋服ちょっと見てたんですけど、一応新発売、H&M さんの刺繍スカート。はい、あー、かわいい。うん、レザー。レザーのショートスカート。絶対いらっしゃるわ。うん、お願いします。逆に出して。じゃあ私第2個目ね。はい。フローズさんから出ます。はい。あの、モテマスカラとかのメーカー。うんうんうん。シートマスクパックが出るんですよ。11月の15日発売。で、そのパックの形がすごい面白くてやばくない？ちょっと。美容壺を、あの、想定して、ちゃんとこう作られてるパック。これ絶対にね、お気に入りに入る方いらっしゃいますから、これは。値段はですね、袋入りで660円。あー、じゃあ結構、これは絶対いるよ。いるな。これはちょっと話題になると思うよ。あそこどうとパック出したわ。うちはね、あの、ビューティー系、やっぱ自分たちができないから、すごい見るんですよ、ね。見る見る見る。すごい参考になるし、とにかく。ダイソーのスケジュール帳。もうそんな時期ね。そう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 。本屋さんとか雑貨屋さん行ってもさ、この時期ってさ、もうめっちゃいっぱい出てんじゃん。100均のはやっぱ安いし、今見てたらめっちゃ可愛いんだよね。うんうん、これどうですか？私来年これ使います。11月買いました。お気に入りです。でやってくれる方絶対いらっしゃる。次私行きます。はい。こちらは11月の17日に発売のジルチュアートからコスメ行くね、はい。デザインがすごい可愛いんですけど、はいはいはい、その中でグロスもいいなと思ったんですけど、きっとこのドリームイリッシュアイシャドウってやつが、まあ、すごい色可愛いんですよ。可愛い。色も何種類かあるんですけど。可愛い。私はこの3点でちょっと攻めたいと思います。はいはいはい。コスメ攻めで。なるほど。はい。私は、はい。まあ、こちらもちょっと新発売かどうかわからないんですが、はい。ユニクロさんの、はい。ヒートテックボディーウォーマー。はい、これは、腹巻きだね。うん。ヒートテックの腹巻きって毎年あったっけ？わかんない。私初めて聞いた。そうだよね。私も初めて聞いたんだけど、今ちょっとサイト見てたら、あって、うん、値段も990円プラス税なんで、シンプルだから。デザインもさ、あー、服にね、差し支えなく使える感じね。そう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 、もたつきもしないし、もこもこしたりしないから、これは絶対ね、ミキポンさんもう指定なんでしょ。指定指定指定、やってくださいと言わんばかりの指定じゃん。やばいでしょ。あ、足かけてきたよ。パラスティカ。この3個ずつを私たちは、11月のお気に入り、どなたかの YouTuber さんがね、うん、11月のお気に入りって、あの、出してくれると信じて、ちょっと予測しましたので、まあ、11月の末にまたその結果発表の動画も出したいと思います。はい。でもすごい私たちもちょっと注目してる商品ではありますので、皆さんもぜひチェックしてみてください。はい。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画を聞いてくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの。
パラスピカでした。またな。また会おうぜ。逆に相手方がうちらの動画見て、うん、あ、いいな、これいいなって思う可能性あるもんね。相手方がな、相手方が。